車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か。二人に聞いてみ。メガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、うん、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いい。足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ。人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って、大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、分かった、行ってくる。ああ。すごくないこの景色。ああ、マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない。こんなの普通想像する。ここで何してんだよ。ああ、何突然。落ち着いてよ。いや、うっせえ。ちょっと、なんでそれ本気。あった。嘘だろ、顔怖いよノクト。冗談だよね、もうやめようよ。そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ、ふざけるのはもうな。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの。当たり前だろ。もう逃げらんねえぞ。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって、てめえのせいで。どういう意味それ。俺のせいだって本気で言ってんの。本気に決まってったら今さら言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話しよう。黙れ。ノクト、大丈夫？今、アーデンが。
え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。発射するよ。
見て、揚陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。撃ち落とすしかねえか。どうやって？撃て。あ、そうだ。ブロック。Yeah.